どうもネパースです。実況プレイ始めていきますと。前回はゲリウスとゲリウスアッシュを、まあ、あっという間に倒したということで。で今回は、大名じゃなく2頭と、はい、これを行きましょう。今回は前置きがものすごく短いんですけど、まあ、その理由があって、で大名座並み2頭は結構きつい気がするんですよね。不安な感じなんですよね。だから今回は瞬殺で終わらせましょうか。終わらせるような戦い方をいくぞ。よし、忍者魔中腹か。どこにいるかですけど、現時点でちょっと今喋りにくいんですけど、実況っていうか口の中にちょっと口内炎ができていてかなり痛いで、ちょくちょく聞き取りづらいところがあるとは思うんですけど、すいません、許してもらえるとありがたいです。今回もちょっと声が小さいような気がするんで、まあ編集で上げたいとは思うんですけど、まあそこのところよろしくお願いします。さてカニはいるかな。いないね。俺の予想だと多分9番かな。まずペイントボールつけて、もう一気に、ね、勝っちゃいましょう。またこれ落としたの効かないんじゃないでしょうか。まあ行きましょうか。いない。前回はここにいたのに。もしかしたら7番ここいた。よっしゃ、大名座並みの刻みの武器で倒されるわけです。よし逃げる。うわー、ちょっと暗いすぎ。落ち、ふざけんな。ほら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 、一気に倒す。ほらほら、よっしゃ。今回はため切りとかしなくて、どんどん行動しましょう。待って、2頭、ちょっとやめて、帰ります。帰らして、ごめんなさい。2頭はきついっす。助かった。まあ逃げたんですけど、まあヒットアンダーウェイというところ。どうしましょうかな。ですよね。追いかけましょう。
なぜかというと、それはペイントボールがついているから。だいぶ遠いな。多分これは弱ってますね。よし、おっしゃ、早い。15分以内に終わりましょう。黒真珠、これ結構レア度が高かったよな。なんかそんなもん、そうでもなかった。よし、で相手の場所はもう分かりきってるから、そこに一直線、そしてペイントボールをつけると。切りまくるぜ。よし、危ねえな。しびれさせてあげよう。2、3、4。ほら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 、ほら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 、ほら、これあかん、これあかんやつや。いつもあれで吹き飛ばされるっていうね。ほら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 、あかん、ほらほらほら、ほら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 、ジョジョじゃないけど、おぉ好調だぜ。切りまくるぜ。痛い、やばいやばい、落ちる落ちる、やめて。おぉ、あんねえ。潜るか、怖いわ。はい、逃げるわ。で、場所は同じでいいね。全くギアが、ギアがないな。違いのところにあるみたいな、意味わかんない。よっしゃ、よっしゃ、もういいや。2匹いるっぽい気がするけど、1匹なんですよね、これが。おい、俺取りすぎる。よし、来な。ここや。なあ。仲間を倒す。よっしゃ、じゃあ。来たー。さすが俺。さすが私ですね。有言実行じゃないですか。10分ぐらいですよね。やっぱりこのフルフルのボールはいいですよね。230もあるし。満月が綺麗だ。満月じゃないかもしれないけど、満月ですね。満月？わからん、まあいいや。星空が半端ねえ。一応携帯するので。
さあ、喜ぶ余裕があるよ。よし、完璧。金もゲッチュ。でかかったね、やっぱり。じゃあまあ入り切っていくか。カルビとカルビとキャビア。どんな料理になるか。よっしゃ、不思議な甘みの味、スタミナと水大将。よっしゃー、それじゃあここまでご視聴してくださった皆様方、ありがとうございます。それじゃあ、またね。